お疲れ様です、吉谷さん。コピーライティングの大切さっていうのはね、中学の頃のラブレターに多分端を発してると思うんですよ。まあ私はラブレターは書いたことももらったこともないんですけども、想像するにね、ラブレターこうやって受け取るじゃないですか。で、女の子がラブレター書いてくれて、パーッと読んでってね。で、最後にちょっと言いたいことがあるんで、校長室に来てくださいって言ったら多分行かないと思うんですよ。やっぱり何？理科室の前とかね、プールの裏とか体育館の裏みたいなところになると思うんですよね。まあ、そうなったら、ああ、なるほど、人目を忍びで何何何何みたいな感じでね、期待していくと思うんですよね。まあそれもコピーライティングの一種じゃないかなと思うんですよ。まあ私の場合はその果たし状っていうのはね、古風にも受け取ったことが一回あってね、果たし状でこう体育館の前に来いみたいなのがあったわけですよ。まあ、体育館の前に焼却炉があって、そこがまあまあ噂に聞く焼きを入れるところっていうところだったんですけどね。まあ行くことは行ったんですけども、やっぱ雰囲気出るじゃないですか。うん、でもやっぱりそれがね、例えば何東京タワーの前に来いなんて果たし状に書いてあったら多分行かないと思うんですよ。だからどのようにしてその気にさせるかっていうのは、もうラブレターにしろ果たし状にしろ、多分幼い頃からこうね、目に触れていたんじゃないかなと思いますね。まあ、だからこれをセールスに応用すると、なんかね、支払いの時に分割だと1日あたり133円なんかペットボトルの一杯よりも安いですみたいな書いてあると、そのお手軽に買えるなみたいな感覚がしますけども、一括でなんか35万って書いてあったらね、ちょっとうわハードル高いなみたいに思いますよね。あとやっぱりこうコピーライティングがなんで大事かってことですよね。やっぱ人ってどんな言葉に触れるか、どんな言葉をかけられるかによって励まされたり悲しくなったり嬉しくなったりすると思うんで、その言葉の種類を知りましょうとかね、ボキャブラリーを知りましょうとか、一旦落としてその後にこの言葉をかけると嬉しさが倍になりますよとかね、結構そういうテクニックがあるんじゃないかなと思うんですよ。で、やっぱり未だにね、ウェブライターって金になるんですよね。ウェブライターってのはすぐできてすぐ金になる。しかもずっと書き続けるとスキルが上がっていくん で、そのスキルってのはアクセスとかブックマークに、反映されますんでね。で、ウェブライターっていうのは未だに記事を募集しているサイトがあって、そこも二極が訪れていて、文字が下手な人はずっと低価格で、で、上手になることをね、自己投資しないんでずっと下手なままとか。でも、ウェブライティング上手になろうと思って、まあ、教材を多少買って投資なりすると、ちょっと上手になっていくんですよね。それで、どんどん人目に触れさせることなんですよ。こう記事を書いてから見てとか、SNS でこう、なんかこう、記事を配信して、コメントが入るように入るように書いていくとか、なんか工夫すると自分のコピーライティングとかウェブライティングのスキルっていうのが分かっていくんで、まあそのがそのまま、まあ、販売力につながっていくのかなと、もしくは集客力につながっていくのかなってところありますよね。なんか結局我々が販売するものって文字情報とか動画情報なんで、なんか喋ることが上手か書くことが上手だったら集客も販売も商品作りも全部できるから、まあ楽っちゃ楽ですよね。しかもそれっていうのはどこにでも使えるんで、別にウェブじゃなくてもリアルでも使えるんで、面接も通るし、なんかね、まあ、会社の中にいてもすごく采配を振るうんじゃないかなと思いますね。やっぱこうリテラシーって昔から言いますけども、何かに行き詰まる人とか回答が出せない人っていうのは読み書きの力がないかなってところが大きいんじゃないかなと思いますね。私たちも読み書きだけでやってますんで、ね、これからも鍛えていけるんじゃないかなと思いながらの今日の最初の動画でございました。それじゃあ行ってきます。